今週のテーマ、ズバリ、えっとね、世界三大なんちゃらを進めていくんだけれども、世界で一番メジャーなというか、一番ポピュラリティのあるバンドということで、ビートルズのメンバーから攻めていこうぜと思ってます。えっと、なので、まずは、世界三大ジョン。みんなにとっての世界三大ジョンを教えて。で、これは、人が言ってないことを言うとかじゃなくて、被っていいわけよ。えー、回答が一番多く被ったものが、世界三大に認定されていくわけだから、自分にとっての世界三大ジョンっていうのを、 えー、ト,ークしトークといいうか書き込んでっていでてほしの3人絞るとさ書くまでに時間かかっちゃうだろうからもう1人パッと思いついたらパッと言ってほしいんだでも1人目ジョン・レノンと思ったらジョン・レノンって1票まず入れて、えー、エスプレッソコーヒーさんにジョン・レノン、うん、そうジョン・レノンは多分硬いんじゃないかなと思うんだよねでこの三大なんちゃらの面白いところは結局3人っていうところでさ2人ぐらいは自分の中で鉄板持ってても3人目迷うよねっていうのはあるじゃんって思ってるえー ジョン・デンバー。エルトン・ジョン。あ、エルトン・ジョンっていう拾い方もあるよね。確かにね。あ、それは上手かもしれない。ジョン・デンバーは俺にとってはちょっと馴染みがないなっていう気はするけど、でも分かんないよね。もしかしたらそういう意見がこれから増えていくかもしれないじゃんって思ってる。えー、ジョン・フルシアンって、あ、いいねかっこいい。綺麗綺麗ジョン・フルシアンってはいいなえー、そうだあ、そうだね。ジョン・レノン、ジョン・ライドンがまあ、 えジョン・ライドン、ジョン・フルシアンテ。あいやいや、そうそう。で、カブっていいのカブって。あの、むしろ、一番多く名前が上がった人に決めるから。俺の独断と偏見じゃなくて、ちゃんとそこは民主的に行きたいと思ってるんだ。だから、むしろかぶっちゃっていいんだぜ。ジョン・コルトレーン、きれいだな。てか、コルトレーンとフルシアンテが、きれいだな。あ、そして、あ、あ、ジョン・エントウィッスル。うん。世界最高のベーシスト、やばいね。え、じゃあさ、ジョンでバンド組めるね。 ジョン・エント・ウィッスルがベース、ギターがジョン・フルシアンテ、ボーカルジョン・ライドン、ドラムジョン・ボーナム、完璧じゃねああ、でもいくらでもいるね。ジョン・メイオール、確かに。うん。あ、そしてジョン・フォックス、ダメだジョンってなんだ日本にとってのなんだこれ、タカシみたいなもんかタカシアキラえー、すげえ多い。ジョン・フォックスだって絶対外せないってか、むしろ俺世代的にはジョン・フォックスって言いたい。いやいやいや、 ジョンで全然バンド組めるよあジョン・フォーガッティあてかよく考えたら「セッペリン」はリズム隊2人ともジョンなのかなんだそれやばいなこのテーマね多分カオスだなとは思ってたけど早くも早くもカオスの形成ですねそしてジョン・ポール・ジョーンズにはジョンもポールも入ってるわけだうどうなってんだとこれ一番最初今日の最初の最初の鍵開けからいた人は気づいてると思うけどビートルズの3人のメンバーを さあ、ビートルズは4人組だけど、ね、先に言っとくと、リンゴはさ、だって、リンゴスターキー、リンゴワッショー、シーナリンゴ以外リンゴ思いつかないでしょなので、えっと、ジョンとポールとジョージやろうと思ってるんだけど、今、ジョンの回だからね。えー、やばい、追いつかないよ、ジョン・フォガティ。ジョン・フォガティも意外と人気。うん。私のジョンといえば、私のジョンってなんか私のドンみたいでいいよね。っていう余談も挟みつ,つ、つ、えー、エルトン・ジョンか。そうか、そうか。 き綺麗なの来たコルギスペンさんオリビア・ニュートン・ジョンこれもううまいな綺麗だなジョン・レノン・エルトン・ジョン・ジョン・ライドンあたりうんまあその辺が硬いかなあごめんそうだジョ,ジョン・サイモン・リッチどこかで聞いたことがあってなんで分かんないんだろうと思ったらシード・ビシャスの本名だそしてそれあれじゃんモッツの「不良少年の歌ジョン・サイモン・リッチ」に捧ぐ的な話だよね それだそれ。ああ、ごめんごめん、うっかりしてたよ。きっちり拾えない自分が歯がゆいぜ、なんつって。えー、バックダンサーで、ジョン・トラボルタ。なるほど。いやいや、バックダンサーと言わず、まあ、トラボルタ歌わないのかな。えー、ジョン・レノン、出た、ジョン・ヤングってわかんない。ジョン・ボーナムでしょジョン・ヤングってわかんないよミ、ミさん。あ、え、キース・ムーンってキース・ジョン・ムーンっていうのなんだよ、みんなずるいないろんなとこひろ引っ張ってくるな。 そしてミスター・ファイン・タイムジョン・ゾーンいいね高円寺に住んでたジョンでしょスピレーンみたいなああジョン・ゾーン来たねそしてジョン・テイラージョン・テイラーってさジョン・テイラーってデュラン・デュランのベースだよねそうだよねいやジョン・エントウィッスルがいいのととにかくそのジョンだけでバンドが組めるっていうことに発見その発見が今んとこ嬉しいかな もうジョンギレですよ。ってことで、じゃあ、このミラスさんのもうジョンギレですよ合言葉に切り替えるぜ。はい、本日のお題パート2。今日こんなペースでいくかんで、ねえー。世界三大ポール。あなたにとっての、私にとっての、世界三大ポールを発表していくぜっていう時間だぜと。さあ、思いつけ思いつけ。ポールウェラー。ポールウェラーェラ、いいね。確かに。そして、ポール・マッカートニー。間違いない。うん。 えポール・ヤング。あ、ポール・ヤング。ポール・サイモン。ポール・サイモンがいいな。いや、てか、今、三つも、ポール・ウェラ、ポール・マッカートニ、ポール・サイモンで俺の中で決まりでもいいな。早いかな。えポール・シムノン。あ、間違いない。ポール・クック。なるほど。でもやっぱじゃポールはポールで。ポール・ヤング人気だな。ポール・ヤングってさ、i ビ・タミ o u go アウェイの人だよね。合ってるよね。ポール・ヤング人気だな。ちょっと意外だな。 ポール・スミス、なるほど。おしゃれ、おしゃれ、おしゃれうん、きれい。えー、出てない枠で。ポール・サミュエル・スミス。うん。あ、ポール・スタンレー全然忘れてた。全然忘れてた。ポール・スタンレー、ありかも。そして、レス・ポール。うん、なるほど。ポール・アンカね。ポール・アンカってダイアナそれとも、恋の片道切符あ、そうだね。ダイアナがポール・アンカか。恋の片道切符はニール・セダカなんだ。なるほど。オーキャロルは オーキャロールってやつ, love you ってやつ、ね、ちなみにオーキャロール最初に聞いたのはチェッカーズの「タンタンタヌキ」って映画でしたみたいなそんな世代の人多いと思うんだけどなオーキャロールもニール・セダカなるほど俺ニール・ニールセダカ好きかも、えー、ポール・サイモンとポール・ウェラーうんあポール・ハード・キャッスルナイでしょでもナインティーンよりずっと後になってからやってたキス・ザ・スカイとかさジャズ・マスターズとか あの辺の辺クラブジャズっぽいポール・ハーードキャッスルルあ、ポールギルバートって知ってるあのドリル使ってすっげえギター弾く人でしょミスター・ビッグだっけあポール・ギルバートにじゃあギター弾いてもらおううんボーカルどうするボー,ルボーカルどうするポール・マッカートニーっていいのなんかいないかなえー、ポール・ブレンターってごめん俺がポール・ブレンターって俺がピンとこないなどこの人だろう ちょっとボールブレンターが誰なのかは、俺が気になっちゃうから教えてくれって感じそうだね、ポール・ギルバートかいたね。ああ、え、ジョン・デンズ・モアってジョン・ポール・デンズモアっていうのっていうか、じゃあジョン・ポール・ジョーンズとジョン・ポール・デンズ・モアはダブルエントリーじゃんね。テーマ変える。テーマ変えるけど今日はあくまで世界三大。いくよ、世界三大ジョージ。作動する。あ,あ、そうそうそうね、ジョージ・マイケルは意外とありだよね。ジョージ・ホアマン。なるほど。 え、ジョージ・ジョーンズってわかんない。結構わかんない人いるよ俺。ってか、まあ、毎週のことか。ジョージ・クリントンは外しちゃダメだね。うん。あれは世界三大ジョージだと思う。うん。あ、ジョージ・マーチン。あ柳ジョージ。<laughs> うんうんうん。いやいや、いいと思うんだよ。そうそうそう。その、趣味出してこう。趣味出してこうっていう。今んとこでもジョージ・マイケルが意外と名前が出るのがびっくりだ。 昔 <laughs> ジョージが最初に出てきたっていうのはこれは納棺にしていいよ。うん、出ちゃったんでしょうよ。ね。あの、それは納棺でいい。あこ所ジョージ、うん、所さんはまあ、あの、所ジョージのさで、真剣に拾わなくていいのかな、所ジョージの花火っていう歌がすごい昔好きでさ、うんと、歌えって言われても歌えないけど、そして、あボーイジョージ。いや、ボーイジョージは生きてるでしょう。お亡くなりになっちゃったのはピート・バーンズだと思うな。うん ボーイ・ジョージだいたい俺ねボーーイジジョージって結構シンガーとして結構ちゃんと評価していてそのカルチャークラブだけじゃなくてあのハウスの時期になってさ90年代とかにさ90年代なのかな80年代終わりえっとジーザス・ラブズ・ユー合ってるかな合ってる気がするジーザス・ラブズ・ユーってさボーイ・ジョージのユニットみたいなのがあってさそれとかもすげえ好きだったよ あとあのクライングゲームか。クライングゲームの主題歌はボーイ・ジョージソロ名義だっけいや、俺ボーイ・ジョージ実はシンガーとして評価してます。うん。柳ジョージかななんだ。ふん。ジョージ・川口。なるほど。いやいやいや、意外とあれですね。じゃあ、ジョージって名乗ってる日本人は多いな。高橋ジョージ、所ジョージ、柳ジョージ、ジョージ・川口。お猿のジョージ来た。 お猿のジョージはなんだっけ本当のタイトルはなんて言うんだっけキュリアスジョージか。好奇心番長みたいな。うん。ジョージ・タカノ。ザ・コブラ。わかんねえ。ザ・コブラっていうのもわかんない。ジョージ・ベンソンっての思いついちゃったけど。うん。<laughs> ジョージ・アキなるほど。うん。ありあり。頭パッと切り替えるよ。世界三大デビット。デビット・ギルモア。デビット・ジェイうん。間違いないよ。だって、俺ら、 バハウス世代みたいなだよねギルモアは入れてあげたいなでもそう間違いないよデビット・ボーイだようんあデビット・バーン確かにうんデビット・シルビアンいやフライクリッパーさんはほんとイメージ通りですねうんいやボーイが一番それは絶対ですてかデビットっていうのはボーイデビット・ボーイのためにある名前だと思ってるからねうんあとでもほんとデビット・シルビアンかな俺が好きなのはあ デビッド・ガーンもデビッド・ガーンだね。そういえばね。なんだ、デビッドいいな。え、俺、デビッド、今のところ全部好きかも。って感じ。マジで。あ、デビッド・リー・ロス。むしろ、なんだろ、それも含めて。ダイヤモンド・デイブも含めて好き。うん。アボーイ・ギルモア・バーンか。デビッド・ティー・ウォーカー。うん。これ、これって聞く人、低い人デビッド・ボイ、そうだね。あ、デビッド・カバレールは、相当好き。ハードロックのシンガー好きなんだよ。 で、ABC のドラマーが確かデビットだったと思う。あ、で、その ABC のドラマーがあれじゃないですか3回、YMO の3回ライブで叩いたわけじゃなかったでしたっけ違ったかな、デビット・パーマーとかそんな名前違うあ、で、パーマーで思い出しちゃった。世界三大ロバート。こう言ってみましょうよ。うんと、ロバート・パーマー <laughs> みたいな。あ、ロバスミだ結構あれだね。あのー、 思いつかないものってあるね。ロバート・スミスは今俺の頭にはなかったわ。ロバート・ジンママン、これはつまりボブ・ディランってことですよね。うん。いや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 、ボブ・ディランは世界三大ボブの方に入れようよって思うけど、あロバート・ジョンソン間違いない。うん。いや、ロバート・ジョンソンはだって全ての始まりなんでしょ俺は彼のその残した音源を聞いてもそこまで何も理解ができなくて、ね。 クリームがやってるクロスロードとかさ、ストーンズがやってるラブ・イン・ベインで、やっと、ロバート・ジョンソンを評価できるわけだけど、そうだ、今んとこロバート・スミスだな、でもな。あと、思いついたよ。ロバート・プラント。これ絶対外せないでしょ。ねブローモンキーズのドクター・ロバートって知らない。ブローモンキーズはわかるけど、個人名まで追っかけてなかったよ。 ロバート・クレイは渋いな。そしてロバート・パーマン。あ、そしてロバート・レッド・フォード。これ、役者でも3人いけそうじゃねたら、ロバート・デ・ニーロ、ロバート・レッド・フォード、ロバート・デ・ナイ。みたいな。あ、ロバート・フリップ。あ、ナイスナイス。ロバート・フリップ忘れてた。ロバート・フリップを入れる。あ、そして役者で言うと、ロバート・ダウニー・ジュニアが来た。綺麗、綺麗。あとね、やりな、やり残した感があるのは、ゼッペリングで唯一、ジミー・ページだけ名前が出るチャンスが今日なかったから、 世界三大ジミーにしようよ。そろそろ。で、世界三大ジミーといえば、まずはジミー・ページでしょって思うの。まあでもジ、ジミー、ジミー・ページ、ジミー・大西。うーん、悔しいけど、ジミー・大西は、そうだよなって思うよな。いや、でもね、あ、ジミー・クリフ。いや、確かに、本当に思うよ。さっきからもう、みんなの知恵を結集すると形になる気がする。あ、ジミー・リード。 ブライトライトビッグシティとかでしょでた、ジミーときた、ジミーときたもんね、MSMT っていう人のことはスルーしてもいいかなって思うんですけどね。なんつって。ジミーさくらいもわかんないな、エスプレッソコーヒーさん。やっぱね、ジミー苦手。あジミー・スミス !MSMT ナイスジミー・スミスですね。大好きです。そんなザ・キャットなんてやばなこと言わないですよ。俺はクレイジー・ベイビーが好きです。ジミー・ジェフリー。ごめん、これちょっとパッと浮かばない。 ジミー・ジェフリーって何だっけって感じ。ジミー・マカロックっていうのも、ピンとこないや。俺今日もう頭回ってないかも。うんね。ジミー・スミスがナイスだよね。俺もそう思う。そして、ジミーといえばジミー・ミラーも綺麗でもそうだね。ジャミラの本名はジミーだったような。これ、いわゆるウルトラマンネタですね。うん。酸素欠乏症的な話ですかね。ってやってると切れないからスパッと切ります。えー。 今週はちょっとごめん、本当にバタバタな回でした。また来週、あの、ちゃんとテーマ定めつつ、そのテーマは度外視で、ぬるくみんなで1時間、えー、遊ぶっていうことをやりましょうよってことで、えー、今日にこれず、来週も集まってください。よろしくです。ベータなロックに乾杯